はい、レオンチャンネルの一発コンプリートチャレンジ、今回は獣王者ボール編です。突然謎のコーナーが始まりましたけど、これは1回200円のガシャポンで、全5種類のこのような各獣王者のプニプニボールかな、そういうものが入ってて、表側には獣王者の顔で、裏側には胸の部分の動物の絵が描いてあります。一発でこの5種類を出すべく1000円使って5回回してきました。最近獣王シューターの動画で全10種類あるのに3つ買って3つとも同じものが出るっていう奇跡的な動画を出しましたので、今回はそういう逆奇跡じゃなくて純粋なミラクルを狙ってこのコンプ狙います。では獣王者ボールコンプリートチャレンジいきましょう。ちょうどカプセルも全部同じ色ですから、何が入ってるかが全く分かりませんし、これで5種類をコンプしたら超ミラクルですよね。では行きます。まずは1個目、せーのドン、飛んでった。はい、まずは獣王イーグル、こちらの獣王ボールが入ってました。あ、なるほど、いわゆるこういうプニプニした素材感かと思いきや、結構ボールですね、本当に普通に丸いボール。ああ、なるほど、なるほど。こういう感じなんですね。では、2個目いきます。せーのー。お、なんか黄色いのが見えますね。あ、来たー、獣王ライオン。はい、まずは、ダブリせずに、いい感じに、2種類目が来ました。ライオン、そして裏もライオン。次はこれ。3つ目、ちょっとなんか、おー、やった、エレファント。マジっすか？本当に順調に揃っております。はい、エレファント。こうで、顔かわいい。で、裏にはエレファントの顔。次、四つ目。ダブりませんようにお願いします。あ、ちょっと青っぽいのが見えますよ。ブックレットの色じゃないです。おいでいでい、すごい、ガチですよ、これは。コンプリートチャレンジ。急に思い立ったコンプリートチャレンジですけど、本当にこれコンプするかも。いきます。隠して見えないようにしていきます。せいの、最後はこれだ。あはー、惜しい惜しい、タイガーじゃない、惜しい、最後イーグルでした。でもいい感じに開封しましたね。これの開封する順番が図らずしも盛り上がりそうな感じで開けました。ということで最後はイーグル、タイガーは出ず。はい、ガシャポン獣王者ボール一発コンプチャレンジは惜しくもタイガーが出ずで、この4種類が出ました。イーグル、ライオン、エレファント、シャーク。とりあえずアソートは良心的っぽいですね。では順番に確認しましょう。まずはイーグル。ぐるっと見ますと、このような感じで、正面はイーグルの顔になってて、ちゃんとバイザー部分もブラックで、色分けも良好ですね。ただ、だいぶディフォルメはされてて、可愛い感じになってます。で、裏側はスーツのデザインで、こっちは一切ディフォルメされてなくて、絵柄そのままです。さらに、ライオン。こうで、ぐるっと見ると、こうで、後ろはライオン。この、目いっぱい、ボールの径の中に、ライオンの顔が入ってて、正面はこうですね。ちょっと可愛くなりつつ、ちゃんと獣王ライオンの顔が入ってます。そして、シャーク。シャークの正面はこうで、バイザー部分の曲線も表現されてて、口周りのシルバーカラーなんかも、きっちりと、色分けされてますね。はい、全体はこうで、ひっくり返すと、シャークのボディの絵柄。で、最後はエレファント。左右の目にしっかりと分かれてて、上側、下側、色分けも良好。特に、塗装してある部分にザラつきがあるとか、そういうのはなくて、全体的にすごくツルツル。で、裏返すと、エレファントのスーツの柄ですね。先ほども言いましたけど、いわゆるこういうプニプニした素材感かと思いきや、結構硬くて、普通の
ボールです。なので、ボンと投げて遊ぶ感じですよね。よく転がりますし、ちゃんとバウンドもしますね。作りは全然悪くなくて、1個200円のボールとしてはよくできてると思います。ちなみに、サイズ的にはデラックス中央キューブシリーズと比べるとこれくらいです。ちびっこが遊ぶ分にはすごくちょうどいいサイズだと思います。はい、ということでガシャポンジュウオージャーのジュウオージャーボールを紹介しました。いや本当に惜しかったですね。あと一歩タイガーが出れば一発コンプリート動画としては完璧だったんですけど、まあそれでも5回やって4種類揃いましたから結果としては割と良かったですね。ちなみに今キューブシリーズの上に何気なく置いたらちょうどこのビッグキングソードが刺さる穴の部分にボールがはまりますから、なんだかすごくいい感じにセットすることができます。これ裏返すとこのようにちょっとまた雰囲気が変わりますね。基本的にハズレっぽいのはありませんから個人的に割とおすすめです。以上、ガシャポン動物戦隊ジュオージャージュオージャーボールの紹介でした。